してこちらが、野球場ということになります。ナイター包みの方もですね、完備されていて、外野の方は芝生に、作られているということですね。そしてこちらの建物が重曹公園事務所ということになります。淀川東淀川区の管轄の場所、そして、こちらの方にお手洗いもあります。こちらのナイター設備なんですが、平成3年3月に宝くじの普及宣伝事業の助成を受けて、設置されたということなんですね。日本宝くじ協会と大阪市によって、設置されたのがこの重曹公園のナイター設備ということなんですね。もう街灯もですね、こうやって LED になり変わって、公園もですね、夜も明るくなってきたような印象がありますね。するとですね、この野球場なんですが、空いてるところがですね、3箇所ぐらいありまして、こうやって、外からですね、野球場全体を見ることができます。本部のような、建物はないんですが、ちゃんとしたベンチはあると、2箇所ちゃんとあるということですね。そして奥に行くと、黒板式のスコアボールがあるということなんですね。実はですね、今日9月21日、淀川区民祭り G1 もそうなんですが、実は野田阪神駅を出発して、西中島南方駅の方へと向かう、大阪地下鉄が主催している、大阪ぶらりウォークが実は行われているんですね。ちょうど今ですね、大阪メトロの、職員さんでありましょうか、大阪メトロのですね、シャツをですね、着ておられますけれども、その方が誘導という形でですね、野田阪神から来られている方を、誘導しているという姿が見られます。この重曹公園も、このコースの一つということになっているようですね。災害は忘れた頃にやってくると書かれた水防碑がですね、重曹公園バス停の入り口に入った右側の方に置かれています。さらに、その右に進みますと、まずこれは右側に進むとですね、健康遊具があるところということで、芝に隠れてますけれども、こちらですね、中津第三尋常小学校聖正寺国民学校の記念碑が置かれているんですね。校訓として真面目に働け、礼儀を正せ、物を大切にせよと書かれていて、こうやってですね、昭和50年4月20日に同窓生一同が寄贈した説明文が書かれていますね。桜だけ出しに伝行のですね、説明文もこうやってあるんですね。こうやって絵がですね、書かれてあるわけですけれども、ここからですね、進んでくるとお手洗いがですねあります。その右手が府道16号大阪高槻線、いわゆる淀川通りということで、重曹方面へ向かう、道路ということになります。そしてその奥に行くと児童遊具の上がある、児童公園側のですねスペースに入るということになります。ちなみにこちらが、児童遊具側の広場ということになります。緑がですね、いっぱい植えられていて、本当に豊かさを感じますね。さらにですね、児童遊具側の手前に来ると、落ち葉遊びのですね、このようなですね、落ち葉の葉をですね、紹介しているものがあるんですね。これは勉強になりますね。大阪の花、秋の代表するイチョウもそうですが、いろいろな、葉がですね、紹介されていますね。そしてこちらが児童遊具がいっぱいある、バイパス側の公園ということなんですが、幼児用のブランコ、そして小学生用があって、健康遊具も何箇所もあります。それから、動物系のコンビ遊具もあり、こうやって、大きなコンビ遊具に奥に行くと砂場もあるということになりますね。では、緑豊かな重曹公園を後にして、淀川区民祭り G1 の会場であります野中南公園、そして淀川区民センターの方へ向かうことにしましょう。ちなみに先ほどの重曹公園まで、西中島南方駅からは 2.87 キロの距離をかけて、到着していたということになります。
でここはですねバイパス沿いを進みながら、野中南公園を目指すということにします。ちょうど商店街のですねアーケードを、ま、渡るような形でくぐってきましたが、この時点で3キロということになります。重曹公設市場のですねところの地点、そして、左手に行くと淀川郵便局の姿が見えてきます。いわゆるこちらは重曹元今里と2丁目の地点ということにもなってきます。一旦は重曹元今里の方に入っていたんですが、また再び重曹本町の方に戻って、97号、そして阪急バスの18系統が走る大きな道路沿いですね、重曹通りの方を歩いているということになります。またまた一戸建ての住宅や、マンションが立ち並ぶところもですね、重曹本町2丁目の方に出てきましたが、もうしばらくして歩くとこうやってですね阪急神戸線の踏切に、差し掛かることができます。その阪急神戸線の重曹の踏切の手前、この地点が 3.5 キロということになります。重曹本町は2から3丁目の方へと入ってきましたが、この右側がハローワーク淀川となりますね。でその向かい側に行くと再び、京都線高田塚線阪急の、線路沿いに戻ることができます。左の方には淀川警察署があって、そしてこちらがですね、履正社の医療スポーツ専門学校ということなんですけれども、まあ履正社と言いますとこの夏の甲子園で初優勝を果たしてですね、もう地元であります豊中は本当にですね大変なフィーバーになったようなんですけれども、まあ大阪桐蔭の後を追うような形が続いていただけに、本当にですねこの優勝は嬉しかったかもしれませんね。そしてですね、大阪がセキュリティサービスの姿、そして郵便局があって、この先を進んでくると、淀川区民祭りの会場、野中南公園、そして淀川区民センターにつながるということになります。さあいよいよ、淀川区民祭りの会場となります野中南公園、そしてですね淀川区民センターの建物、そちらに到着ということになります。まあ、雨降らずに非常にですね本当に良かったような印象で、無事区民祭りはどうやら行われそうです。そして左側右側ですね、阪急高塚線のひばりが丘花屋敷が通過していったところです。木の線形ですね。さあということでですね、淀川区民センター野中南公園に到着ということになります。なお淀川区民祭りについての動画はですねまた別途ですね、ご紹介できればと思います。まあ、無事淀川区民祭りは行われそうですが、まあ、ちなみに地下鉄西中島南方駅の2号出口からここまで 4.15 キロ歩いて時間が48分24秒で、歩数が7037歩の362キロカロリーの消費ということで、まあ、重曹公園などをですね、まあ、通ってきましたので、まあ淀川区内をですね、まあ、南方から重曹を、まあ、まんべんなく歩いたというコースになりましたね。まあ、ちょうど今中学生、まあ、新北の中学校の子でしょうかね、吹奏楽部の皆さんが今楽器の搬送にて行っているところですけれども、まあ、天候もですね、まあ、曇り空で推移するという予報があって、まあ、いい状態で淀川区民祭りが行われるということでですね、本当に関係者の皆さんも本当に天候に持ってくれて、まあ、感無量という思いでこの区民祭りに臨まれるのではないでしょうか。地下鉄西中島南方駅から重曹公園を通って淀川区民祭りの会場、淀川区民センター前までをウォーキングしてきました。